野菜も一緒に行こうかな。うわこれ贅沢だ。いただきます。じゃあすかさずエビも一緒に。あー全部の味が口の中に。幸せ。今回のメスティンで作った贅沢あんこう鍋、作ってみたいなと思った方は高評価とチャンネル登録、あとコメントもねよろしくお願いします。それでは皆さん良い一日を。バイバイ。